鳥取に移住してきて、今、8社目入りを打ってます。で、僕の方の近況でも農業研修で独立収納はしなくて、有害鳥獣の地域おこし協力隊に行こうかなと思った矢先に、ちょっとどうしようかな、先につながるのかなっていう何かしらの悩みがあって、もしかしたら林業研修に戻るかもしれない、行くかもしれない。やっぱり2年後からのビジョンがないからね。はい、てなわけで、ここが八社巡りの日吉神社、米子の、これは誰だろう。上海特急16位くん5頭安江、もう昔の軍人の人かな、ちょっとわからん。まあ一応日吉の神社で、でもやっぱりなんだろうな、この神社を巡ってて、鳥取の神社はまあ米子ら辺とか西部の神社だけど、庄山の駅とか庄山神社とかもこれに土俵があるんだよね。なんで土俵があるんだろうな。まあここは手を洗う清めのところかな。めちゃくちゃ綺麗だ。夏場とかはそこ水があるんだろうな。そして、まあ、庄山神社にも行ったけど、まあまあ結構こういう後付けの作りが多いよね。やっぱり戦争なのかな、このまだ踏切あるからいいよね。庄山神社踏切ナッシングだからね。みんなめちゃくちゃ危ないよーって言ってるけどね。じゃあなんでこうやって危ない作りにするのさ。もともとこれ境内でしょ。まあっていうかね、結構ぶつかり言ってるけど、まだ踏切があるから、庄山神社よりかははるかにマシ。絶対にマシだから。で、あとこれを、境内登っていくと、あれ、賽銭箱めちゃくちゃあるな。ちょっとなんか、すだれがかかってて中が見えないな。勉強でも危ないよな。やっぱり戦争の影響で後からなんかね、物資を作るのに、物資を運ぶのに作ったんだろうね。ここにもなんか焚き火とかをするのかな。年末とか札燃やすのかな。まああとここと、でもこのまま境内へ。平米内記念碑。いやーでも、なんだろう。猿か。猿なのかな?よくわからないな。しょ。でもまあ、鳥取移住1年目だけれども、やっぱ田舎、移住フェアとかで、まあ見えない、見えてこなかったものを住んだからこそ、まあ見えたものっていう方が多くて、まあ、そうだな。農業研修で独立収納に関しては結構特殊なところで、まああんまり自由度がないっていうので、ちょっとやめちゃったかな。でも林業で、でも今林業やってる、林業研修でグラップラーとか運転してるけど、そっちもなんかね、しっくりきたりするんだよな。だからまあそっちに行くと思います。でも有害鳥獣もちょっと応募やめて、すいません、やっぱり林業にしますって言った方がなんかいいのかな。と、まあ、この神社、日吉神社八社巡りのうちのあれだね。まああとはお決まりのくるーっと神社の周りを回ります。まあいいか、あとでいいか。まああとやっぱりこの離れた境内のところに別の神社の何かがあるんだろうな。なんかあそこにもちっちゃい鳥居がある。なんだ、ここにも、あ、なんかこの月。この月と太陽の灯籠も福成神社にあったね。ここは稲荷の神様かな。稲荷の神様かな。そうだね。そしてあっちの鳥居は何だろう。まあ、ここから先もあるんだろうな。
マイブームになってきて、まあこんな変な動画上げてるけど、なんでだいたいご神体の本体をこういう離れたところに置くんだろうね、神社って。今さあっちにも行ってみて。ああ疲れる。ああでもな、将来の不安の方がよっぽど強いよね。ああでもなんかいい日当たりと日差しだな。なんでこのちっちゃいところが本体なのかな。すごくいいな。はい、で、さっきのね、ちっちゃい社を回って、じゃあ今度外回りを、まあいつも通りくるっと回ろうか。逆光がすごい。逆光すごいな。でもここでなんか、お祓いとかもやってるっぽいね。お。これ、印籠じゃねえや、家紋なのかな。まあ、お隣出雲に出雲大社があって神有月と書くところもあるけれども、ここにも御神体がある。でも本当にいいところだな。なんかすげえぼーっとずっといたいな。ここも？でもこれは水を溜めるとこなんだろうな。なんだろう。ここにも、まあ、本体があるのかな。あとこれ正面だけども、これね、心の先はあれガラガラがないんだよね。締め縄もここは細いタイプだし。多分このおみくじも、死ぬる思いも祈れば神の強い力で生き返る七転び八起きという、倒れても起き上がり、転んでも立ち上がり、力を落とさず希望を捨てず、神様ご昇覧のもとに正しい道をぐんぐんと進んでいく、ただ今宵限りの命ではない。これ読めない。幾千万年の末まで続く魂の世界がある。そうだね、願い事。待ち人が頼りはなしで来る。人手に渡らず、これがいない、知りたいように分かんないもん。転居や移り、急がぬ方が吉。多分急がない方がいいな。まあ、あと中には太鼓だったり、お祓いのあるものもあるね。じゃあ、次行こうか。